2024年1月22日、海上自衛隊は現在偽装工事が進められ、この3月に収益が予定されている最上潟護衛艦6番艦の阿賀野のロゴマークが決定されて発表されたよ。阿賀野のロゴマークは2022年6月1日から30日の期間に一般公募され、その候補の中から阿賀野偽装員による選考をもとに偽装委員長が最終決定したもので、全体がブルー系統の配色でまとめられていて、阿賀野艦名の由来である阿賀野川の流れとそれが流れ込む日本海の白波を表現したものとされているぜ。今回はそんな阿賀野のロゴマークが決定された件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、考案者の南原さんはこのロゴマークのデザインに際して考えたコンセプトについては、体の小さいにもかかわらず、果敢に獲物に立ち向かう習性のある超幻望を織り込んだとして、護衛艦阿賀野が勇猛果敢な護衛艦であるよう願いを込めていると説明したんだ。超幻望とはおさはじめ望とも表されるハヤブサ科の鳥類で、ネズミや小型の鳥類に昆虫ミミズカエルなどを捕食するぜ。空中でヘリコプターの様に一点に止まるホバリングを行いながら獲物を探し、発見すると体を斜めにしながら急降下して地上で獲物を捕らえることから、艦隊がコンパクトに作られていながら多目的な活躍が期待されている阿賀野とのイメージが重なるとされているってわけだ。阿賀野を含む最上潟護衛艦は新しいタイプの護衛艦として、これまでにない様々な先進的な新機軸が盛り込まれたコンパクトかつ多機能な次世代護衛艦として、新しい艦式号 FFM と名付けられて誕生したね。この FFM とは、諸外国の海軍において最上潟護衛艦と同サイズの艦種であるフリゲート艦を表す FF に、多目的マルチパーポーズ及び機雷マインの頭文字である M が組み合わされたもので、世界を見ても他に類を見ないこれまでにない全く新しい艦種となっているんだ。この FFM は、2013年12月に公表された、2014年年度平成26年度から2018年度平成30年度までの自衛隊の国防計画である、中期防衛力整備計画26中期防によって建造計画の構想が進み、一番艦の建造が平成30年度予算において承認されたため、30FFM とも呼ばれているよ。この FFM が誕生した理由には、これまでは中国沿岸のみの活動であった中国海軍が、近年は東シナ海や南シナ海だけでなく太平洋方面にまで海洋進出を企てていることが挙げられていて、海上自衛隊の護衛艦隊による警戒監視活動や情報収集活動の任務が増大していることに加え、旧式となった護衛艦の退役を補う必要があることから、多様な任務への対応能力が向上されて艦隊のコンパクト化と省人化を両立させた新型艦艇が必要となったためで、海上自衛隊では護衛艦隊に所属しない形で行動可能な護衛隊をこれまでの5個から6個に増強するためとされているみたい。今のところ 30FFM は12隻の建造が計画されていて、3月に阿賀野が就役すれば6隻目となり、現在7番艦に淀と8番艦湧別の建造が進められているな。実はこの最上潟護衛艦は当初22隻の建造が計画されていたのであるが、最上潟の建造が12隻のみで止まることになったため、その代わりとして新型 FFM を12隻建造することになったぜ。最上潟と新型 FFM の大きな違いは、マーク41垂直発射システム VLS 日本ではの数が、最上潟では16セルとされ後日搭載装備とされているのに、対して新型 FFM では艦隊が一回り大きくなったことによって VLS 発射装置は倍増の32機が搭載されることとなり、もはやフリゲートの範疇を大きく超えているんだ。最上潟護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル深さ 9.0 メートルで、機関方式はディーゼルエンジンとガスタービンを組み合わせた CODAG 方式で、MT30 ガスタービンエンジン1機と、MAN 車 12V2833DSTC ディーゼルエンジン2機搭載によって7万馬力を発揮し、最大速力は30ノットが可能なんだって。一方で新型 FFM は、
基準排水量4880トン前後満載排水量6200トン全長約142メートル最大幅約17メートルとされ、機関方式は最上型と同じく CODAG 方式が採用され、式にガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジンが2機搭載され、最大速力も30ノット以上を発揮できるとされているぜ。兵装は対空砲としても供用可能な62口径5インチ砲1機 VLS32 セル1機シーラム1機の他に、324メートル3連装単魚雷発射管2機に、人7式艦隊艦誘導弾4連装発射筒2機が搭載され、SH-60系ヘリコプター1機が艦載されるなど、VLS の数が2倍となっている他は最上型と同じ兵装だな。陸海空のみ自衛隊における部隊や護衛艦のロゴマークは、ワッペンやステッカーから、マグカップ T シャツキーホルダータオルなどにプリントされて一般に販売されており、様々なネット通販では人気ランキングなども発表されているね。それらの中で人気が高いのは空母化改装が進められていて話題になることが多い出雲型護衛艦の出雲や加賀がダントツで、次いで8隻のイージス艦や双流型及び対迎型通常動力潜水艦、そして最新鋭フリゲート艦の最上型の各艦に人気が集まっているとされているんだ。護衛艦出雲のロゴマークは、出雲神話で大和武尊命がヤマタノオロチを退治した時に、大蛇の体内から発見されたと伝えられる天の村蜘蛛の剣、別名を、草薙の剣と、ヤマタノオロチがデザインされているよ。これは圧倒的な力を抑え込むさらなる強力な存在というイメージを表現しているとされ、隠し要素として円形に書かれている赤いヤマタノオロチは日の丸のイメージも盛り込んであるというな。また護衛艦香川艦名の由来となった加賀藩石川県の名産品である金箔と、染め物で有名な加賀友禅の文様をイメージとして日本的な華やかなデザインとなっているぜ。黒地の背景に四季の花々梅桜ボタン気境コスモスと海鳥が飛び立つヘリコプターのイメージで書かれていて、四季花々の花言葉は忠実、優れた教育、思いやり、誠実、調和とされ、これらが自衛官の心構えとして表現されているらしい。海上自衛隊では護衛艦や潜水艦のロゴマークを公募することが通例となっていて、護衛艦の偽装工事中にロゴマークの公募が発表されて、その応募作品を収益後に乗組員となる偽装員が選考して、艦長となる偽装委員長が決定するパターンが多いんだ。また、ロゴマークは円形のものが多い中で、四角形や輪郭のないものなど様々あり、最上型護衛艦3番艦の能代のロゴマークは、最上護衛艦では乗組員に対してクルー制が導入される予定となっていて、能代のロゴマークはチームの意味が込められたエンブレム型となっているよ。ちなみにこのクルー制とは、平成31年度2019年度の30大綱に基づいて、最上型護衛艦において導入が予定されている制度で、防衛省によると3隻の最上型護衛艦に対して4組の上組クルーを配備し、3組が常時乗艦してその間残りの1組を休養や地上訓練に充てることで、艦船の検査修理期間以外に港に停泊している期間を短縮して、全艦艇の運用効率を向上させることを目的としているぜ。乗組員の統率が困難となる可能性があることや、3艦各艦の偽装上の細かい差異などがある場合では、艦艇の全力を発揮することが可能な状態を維持できるかどうかについて疑問視されている一方で、常に艦艇を稼働状態に置くことが可能となるため、稼働席数を確保するという観点からは有効であろうと評価されているな。これは同じクラスのこれまでの護衛艦がと比べて、最上型護衛艦の乗員数が大きく精進化されていることから発案されたものであるが、アメリカ海軍においても長期勤務となる戦略ミサイル原子力潜水艦などではこのクルー制が採用されているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月25日、防衛省は陸上自衛隊の重要装備品において、旧式化しつつある旧6式装輪装甲兵員輸送車の後継となる次期装輪装甲車として、これまで発表されていたフィンランドのパトリシア製の装輪装甲車 AMV に加えて、
三菱重工業が設計開発した共通戦術装輪車を合わせて選定し、それらを量産して取得した上で、各部隊に配備する方針が決定されたことを示したよ。この共通戦術装輪車とは、現在陸上自衛隊への配備が進められている装輪8輪の、ヒトロク機動戦闘車の車体をベースとする装輪装甲車ファミリーの呼び名で、機動戦闘車としての機能の他に、歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型、偵察戦闘型の開発が進められているぜ。今回はそんな陸上自衛隊の共通戦術装輪車の選定が決定した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。当初、共通戦術装輪車の開発について防衛省は、2018年1月に三菱重工業との間で共通戦術装輪車システム設計 A の開発契約を結び、2018年2月には小松製作所とも共通戦術装輪車システム設計 B の開発契約が結ばれていたが、2017年12月26日に共通戦術装輪車システム設計 B の契約を結んでいた小松製作所と防衛省は、試作車の防弾板などでの不具合を理由として開発完了予定時期を2021年以降に延期することを発表した後、2018年6月2日には開発計画が白紙になったと発表されて、7月27日に、正式に装輪装甲車会とも呼ばれた共通戦術装輪車システム設計 B 開発事業の中止が発表されたんだ。フィンランド製のパトリア AMV が、比較運用試験において三菱製の試作車両よりも優れた性能を示したとして採用が決定され、2023年度防衛予算に次期装甲車の取得費用として26両分136億円が計上されていることから、日本国内の企業によるライセンス生産の道筋も示されていたみたい。2023年8月31日には防衛装備庁が、プロジェクト管理装備品等の現状において、装輪装甲車 AMV の取得数量を派生型も含めて810両を調達することと、その1両あたりの運用期間が20年とされることを発表したよ。そして、2023年9月1日にパトリア社から、日本製鋼所との間でパトリア AMV-XP のライセンス生産契約を締結したことが発表され、同社では防衛省を通して陸上自衛隊に最新の装甲車両を納入するために、日本製鋼所と強力なチームを結成するとの意気込みを示していたな。パトリア AMV-XP は基本型の AMV の改良型で、AMV とはアーモアードモダラービークル装甲モジュラー車両の略称となっているぜ。1995年に、それまでフィンランド軍で運用されていた、6輪の装甲兵員輸送車 XA180 の後継車両として開発が開始され、当初は6輪式と8輪式に加えて10輪式の車両も試作されたんだけど、あと20輪式は製作が中止されて、AMV は8輪タイプが主流となったね。車体の防御力は高く、TNT 火薬 10kg までの爆発力に耐えられるほど、地雷や IED 足跡爆発装置に対する防御能力に優れている他に、車両前面の装甲は、口径 30mm までであれば戦車などの装甲を貫くために開発された、装弾筒付き翼安定鉄鋼弾 APFSDS の直撃に耐えることが可能とされているよ。そして、乗員3名の他に、車体後部の向かい合わせの座席が設置されている兵員室22名が搭乗することができ、これは96式装輪装甲兵員輸送車の乗員2名と兵員8名よりも多いぜ。また、機動力が高く、不整地走行における速度と登坂力のみならず、乗員の乗り心地までも高いレベルで両立させているため、兵員の疲労が少ないとされているな。さらには、車体後部の左右に水上航行時用のスクリューを1機ずつ備えており、最大時速 10km の水上航行性能も有しているらしい。そしてこの AMV の最大の特徴は、車体がモジュラー構造で設計されていることにあり、各種の砲塔並走センサー通信システムなどを必要に応じて組み合わせて運用することが可能とされ、これによってほぼ同一の車体構造とパワーパックを搭載する装甲兵員輸送車、
歩兵戦闘車式通信車装甲救急車戦車駆逐車自走迫撃砲機動放射用などの派生型を簡単に製造することが可能なことにあるんだ。このことはこれらの様々な軍用車両の製造のコストダウンにつながるほか、整備性の向上にもつながり、戦場における稼働率の向上にも貢献するとされているね。今回発表された共通戦術装輪車はこのパトリシア AMV の構想を参考にしたとされ、すでに実用化され配備が開始されているヒト6式機動戦闘車をベースに各種車両の開発が進められていて、52口径の 105mm ライフル砲を持つ歩兵の戦闘支援用の戦車とも言えるヒト6式機動戦闘車と共に運用されることになるというよ。この共通戦術装輪車の車両として開発が進められているのは歩兵戦闘車型、機動迫撃砲型偵察戦闘車型の3種の装甲車両だね。歩兵戦闘車型は、8輪の装輪式歩兵戦闘車として運用され、乗員3名が車長砲手操縦手によって運用される他に兵員8名が乗車でき、搭載されている武装はマーク、44-30mm 機関砲とマーク、52-7.62mm チェーンガンだぜ。機動迫撃砲型は、車長操縦手照準手砲手弾薬手の5名が乗車する装輪タイプの自走迫撃砲として運用され、車両後部には 2R2M 迫撃砲を搭載しているな。この 2R2M 迫撃砲とは、フランスのタレス社が開発製造した車両搭載型のライフル付き 120mm 重迫撃砲で、アメリカ海兵隊ではこれをさらに発展させたドラゴンファイアと呼ばれる、すべてにおいて自動化された重迫撃砲システムを運用しているらしい。そして偵察戦闘車型は、車長砲手操縦手監視員接構員の5名によって運用され、武装は歩兵戦闘車型と同じマーク、44-30mm 機関砲とマーク、52-7.62mm チェーンガンで、歩兵戦闘車型では兵員を搭乗させる車体後部に、カメラが搭載された監視装置や衛星通信アンテナなどが装備され、陸上自衛隊が現在運用している87式偵察警戒車の後継車両的な扱いになるのではないかと見られているね。防衛省ではこの共通戦術装輪車をその機動性能や火力などについて評価した上で、ヒト6式機動戦闘車が配備されている即応機動連隊及び偵察戦闘大隊への配備を見込んでいるというんだ。即応機動連隊とは25代後平成26年度以降における防衛計画の大綱によって新編された連隊で、機動師団機動旅団の霊下部隊として2018年3月27日平成29年度末から編成が開始され、現在は6個連隊が編成されて配備されているね。これまでの連隊は普通科など単一の職種で構成される最大の部隊単位であったが、即応機動連隊はヒト6式機動戦闘車をはじめとする装輪装甲車などを保有することで、機動力と非輸送性が高められた諸職種部隊でありパッケージ化されていて、有事の際などに必要に応じて諸職種部隊となる普通科部隊とは異なり、平時から諸職種部隊で編成されているため有事の即応性が高いぜ。防衛省では共通戦術装輪車の歩兵戦闘車型量産型の1両あたりの単価は約 9.3 億円としていて、そのライフサイクルコストを約2615億円と見込み、約150両の取得を想定しているらしい。また、機動迫撃砲型の同じく量産単価は約 8.6 億円とされ、そのライフサイクルコストを約1529億円で計上しており、約100両を取得するようだな。メディアや軍事専門家の中には、同様のコンセプトを持つ2種の装輪装甲車を採用することに対して、共通戦術装輪車に対してさらにコストがかかる AMV の採用は取りやめるべきとの批判的な意見を述べる人もいるよね。しかしながら、共通戦術装輪車は2024年度平成6年度防衛予算で歩兵戦闘車型24両及び、機動迫撃砲型8両の調達を予定しているに過ぎず、まだ量産化されていないことから6個の即応機動連隊への配備が完了するまでには時間がかかり、それでは相応機動連隊が有事の際に役に立たないよな。そのために、すでに量産化され数年で800両以上の調達が可能な AMV をひとまず運用しておきながら、
共通戦術装輪車の保有数を増やしていくのは合理的であり、三菱重工業など国内の防衛産業を維持成長させておくことは国防上の最重要課題であり、そのためにも防衛装備品の国産化と、兵器における最新技術を学べるライセンス生産を並行させていくことも必要だろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2022年12月に時の日本の岸田政権は安全保障関連の3文書と言われる国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画の3つを改定の上で閣議決定し、2023年度の防衛予算からその大幅な増額を実現させたね。これは岸田政権が発足時より掲げてきた日本の防衛力の強化をその公約通りに政治的に進めた形ではあるが、2022年に正規したロシアによるウクライナ侵攻がその動きを、くしくも後押したと見る向きが多いな。国民からすれば増税を重ねられることになるわけだから、苦しい生活になってしまうかもしれないね。さて今回は、日本の防衛上で主戦力と目される22隻の潜水艦隊について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。故安倍首相や前韓首相の政権よりも与党自民党内における現岸田政権は、防衛予算の増額に関してそこまで強硬に推進することを、政治的に強く要望していたわけでもなかったように思えるけど、世論の影響も少なくなかったと映るよね。今回の安全保障関連の3文書の改定と閣議決定では、日本の防衛力の増強の柱にはスタンドオフ能力を向上させることが謳われており、その分野の兵器開発と調達に防衛予算を投入することが大きく報じられているよ。スタンドオフ能力とは、敵の防空ミサイルの有効射程圏外から日本側が攻撃可能な兵装を装備することを指してており、国産の兵器としては一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾がその代表例とされているな。また一蓋式地対艦誘導弾の能力向上型が実戦配備可能となるまでのつなぎとしては、アメリカからトマホーク巡航ミサイルを調達して水上戦闘艦に搭載する方向が打ち出されており、遠距離からの対地対艦攻撃能力の獲得が施行されているぜ。いずれにせよ周囲を世界で6番目の面積を有する広い領海に囲まれた日本では、その防衛力の中核はやはり海上自衛隊の存在によるところが多く、2019年度以降の最後の中期防衛力整備計画で打ち出された体制の構築を急いでいるってわけだ。ここで示されている海上自衛隊の主戦力の体制は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻。作戦用航空機190機であり、それらの中でも潜水艦は日本の防衛における最も重要な戦力であると言ってよいだろうね。1945年8月にアメリカを中心とする連合国との太平洋戦争に敗戦を喫し、一時は潜水艦の保有を禁じられていた日本は、1954年に海上自衛隊の発足が行われたことで、再び潜水艦を保有運用する体制を取り戻したんだ。ただしこの時点では潜水艦の建造は太平洋戦争の敗戦によって禁じられていたことから、アメリカ海軍の通常動力型の攻撃型潜水艦である加藤級の民号を貸与され、これを1955年から黒潮として運用、再開を果たしたぜ。この黒潮は海上自衛隊に貸与された後、現三菱重工業社の神戸造船所で環境等の改修工事を行い1966年まで収益。これと並行して川崎重工業社の神戸工場で1957年には戦後初の国産潜水艦である親潮が寄港されるよ。そして3年後の1960年にはこれに続く国産の早潮型2隻が寄港され、同艦はそれぞれ現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場で建造が行われ、今に続くこの両社による国産潜水艦の建造体制が構築されたんだ。今年2023年3月時点における海上自衛隊の潜水艦戦力は、古い方から親潮型が8隻、双竜型が12隻、太平型が2隻の22隻の実戦配備となっており、
これとは別に2隻の親潮型が練習用の潜水艦として残されているね。海上自衛隊の潜水艦の数が現行の22隻体制となったのは2011年度の防衛計画の大綱からで、それまでは16隻体制であり、基本毎年1隻ずつの新増艦を現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が交互に収益させてきたってわけ。16隻体制から現行の22隻体制へと6隻の潜水艦の実戦配備数の増加が行われたことで、それまでは16年プラス練習艦としての数年で退役を迎えていた形が、22年プラス練習艦としての年数に引き上げられた状況だね。今の22年プラス練習艦としての年数という海上自衛隊の潜水艦の収益期間は、他国海軍の潜水艦が少なくとも30年以上は使用されていることが常であることからは贅沢な運用とも思えるが、それだけ海上自衛隊が潜水艦を重視していることの証でもあるな。また現三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場が交互に2年で1隻を収益させる状態を維持していることで、そんな中で築かれてきた海上自衛隊の潜水艦22隻体制だけど、これを実現させたのは昨年2022年3月からであり、最新鋭の大芸型のネームシップであり一番艦たる大芸が収益したことで確立されたものなんだ。海上自衛隊の潜水艦として最新鋭である大芸型は、今年2023年3月に2番艦の白芸も収益を迎え、同級は最終的に何隻が建造されるのかは不明であるが、今年5月には6番艦の寄港がすでに行われているよ。現状で最も旧式の親潮型が2023年時点で未だ8隻が実戦配備中であることを踏まえれば、その全てを代替するために大芸型は、少なくとも全10隻は建造されるのではないかと、推察されているね。大芸型は全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、深さが 10.4 メートル、基準排水量が3000トン、水中排水量が推定で4300トンと目されており、前級である操縦型を踏襲し、若干排水量が大型化したと考えられているみたい。また大芸型はこちらも公表されていないため全てが推定値ではあるが、水中での最大出力は6000馬力で、最大速度は水上で13ノット、水中で18ノット以上と見られ、機関構成を同じくする操縦型の最終の2隻とほぼ同等の性能だと推察されるぜ。海上自衛隊の潜水艦は現行の親潮型、操縦型、大芸型ともにその潜航深度はいずれも機密として明かされてはいないが、装備や建造に使用されて材質等の観点から、およその数値が推察されているからな。まずそうした中で最大値として推察されているのが、潜航深度1000メートルとするもので、これはそういう方が船体に使用している特殊鋼材 NS110 が物理的な計算上からはその数値まで耐えうることが判明しているゆえだね。ついで潜航深度を900メートルと推察する見方もあり、これはそういう型が搭載する主兵装である89式超魚雷の性能が、水深900メートルに及ぶことからそれと同等ではないかという点から主張されている説だよ。ただこうした説はあくまでも特殊鋼材 NS110 の耐圧性能や、89式超魚雷の性能をもとに可能性として言及されているもので、潜水艦の本体自体はそこまで実際に到達しているとみなす見方は一般的ではないぜ。少し古い話で恐縮ではあるが、現在の日本の最大の仮想敵国である中国では2017年に操縦型の潜航深度を通常で500メートル、最大で600メートルほどと予想する記事がインターネット上で確認されたな。中国側のこの記事によれば特殊鋼材 NS110 の耐圧性能の最大値は踏まえつつも、操縦型の潜水艦としての大きさや規模を踏まて現実的な推察を行ったと考えられ、個人的にはこれはいい線をついているように感じるぜ。しかし操縦型以降の日本の潜水艦が仮にこうした仮想敵国である中国側の見立て通りの潜航深度を有してると仮定しても、対中国艦艇との対峙が予期される東シナ海は水深はおよそ200メートルほどと非常に浅いんだ。
よってそうした水深の浅い海域に日本の潜水艦が進出して作戦行動を行うことは非常な危険を伴うために考えにくく、もっと水深の深い海域に潜んで、全深度にも対応可能と言われている新型の18式超魚雷を活用する運用となるんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2024年1月19日、イギリス海軍が研究開発を進めている高出力長距離指向性レーザー兵器、ドラゴンファイアーの実験において、飛行中のドローンを撃墜することに成功したことを発表したよ。その発表によると、発射実験はイギリススコットランドの大西洋側のヘブリディーズ諸島にあるイギリス国防省の演習場で行われたとされていて、画像には地上から赤いレーザーと見られる閃光がおよそ45度の角度で上空に伸びていて、その先端で何らかの爆発が起きている様子が撮影されていたぜ。今回はそんなイギリスのレーザー兵器について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ドラゴンファイアはイギリスのレオナルド UK によって開発が行われていて、同社はレーザーターゲティングシステム、レーザー目標指示装置などの高エネルギーの軍用レーザーの国際市場の約 60% を占めており、同社が開発を進めているドラゴンファイアは目標をピンポイントに捉える精度が高いとされ、照射されるレーザーの出力は最大で 50kW というよ。イギリス国防省では2022年11月8日にイギリス南部のポートダウンにある同省の国防科学技術研究所において、10月28日にイギリスで初めて高出力長距離レーザー指向エネルギー兵器 LDEW の発射実験を実施したことを明らかにし、その実験において 2.1 マイル約 3.38km 以内の距離から航空機やミサイルの迎撃を想定した様々な金属材料で構成されたドローンなどの空中にあるターゲットに対し、ドラゴンファイアによって高出力レーザービームを照射したんだ。その結果ドローンは炎上し、様々な素材で構成された装甲を誘拐させることに成功して、ドラゴンファイアが航空機やミサイル、砲弾などの迎撃に有効であることを証明したとして、さらに注目すべきこととして、これまではレーザーの威力が減衰するとされていた。雨天においても大幅な減衰は確認されず、迎撃に成功したとしているね。この実験成功の結果を受けて、国防科学技術研究所テクニカルパートナーのベン・マディソン氏は、今回の実験は、レーザー兵器の性能を表すものであり、その結果はイギリスが指向性レーザーエネルギー兵器システムに関連する技術において世界をリードする能力を持っていることを示したとした上で、レーザー兵器は、イギリス軍が受ける様々な脅威から兵士を守るための新しい戦力になる可能性がありと述べたぜ。イギリス国防省はこのレーザー兵器の開発においてこれまでに、約10年間に及ぶ年月と、約1億ポンド約190億円の予算を注ぎ込んできたが、今回の成功をもとに実用化に成功すれば、レーザー照射1回についてのコストが約10ポンド約1900円というローコストであるとして、これまでの火薬を使用する銃弾や砲弾などと比べてはるかにコストダウンにつながるとの期待が広がっているな。イギリス海軍ではドラゴンファイアの開発がこのまま順調に進捗すれば、現在1番艦のグラスゴーが偽装工事中の23型フリゲートや次に計画している31型フリゲートに搭載を予定しており、また陸軍においても、装輪装甲車ウルフハウンドに対ドローン用兵器として搭載される予定であるとされているよ。その一方でアメリカにおいても高出力長距離指向性レーザー兵器は、以前戦術高エネルギーレーザーとして、イスラエルとの共同開発が1996年から進められたことがあったが、2005年に装置が大型すぎることに対して小型化ができず、コストがかかる割に実戦での効果が期待できないことを理由に開発が中止されていたぜ。しかし、アメリカのレイセオン社では開発が続けられていて、2010年7月19日にイギリスのファーンボローで開催された国際航空ショーにおいて、軍艦上に設置された同社のレーザー兵器が、目標を追尾するレーダーシステムと連動して誘導されながら、
約 3.2 キロ先を時速480キロで飛行する標的としてのドローン4機を出力32キロワットの高エネルギーレーザーによって破壊されるというデモンストレーションが実施され、これらのドローンは数秒で焼き払われたらしい。このレイセオン社のレーザー兵器はレーザー設備6機からなり、強力な高エネルギーレーザービームを合成させることで、威力を高めているとされ、アメリカ海軍の艦艇に搭載されている艦艇用近接防御火器システム CIWS ファランクスと連携しつつ、ファランクスのレーダーシステムを利用して照準を定め、ドローン以外にも小型艦船への攻撃に、迫撃砲弾やロケット弾などへの迎撃にも使用可能としているよ。2018年には、小型のオフロードビークルにレイセオン社の小型レーザーが搭載され、そのままドローンを撃墜できるとされるレーザー兵器システムが公開されていて、このシステムでは高エネルギーレーザー HEL と赤外線センサーや、マルチスペクトルターゲティングシステムなどが一つのパッケージとして提供されているみたい。ピックアップトラック上で回転可能なレーザー砲は360度全方向を狙える上、フル充電で20から30回のレーザー攻撃が可能であるとされているほか、発電機を接続すれば回数制限なく連続発射することが可能であるというんだ。また2022年の秋にレイセオンはアメリカ空軍用のレーザー兵器の実験を、ニューメキシコ州のホワイトサンズミサイル実験場において実施したぜ。これは、アメリカ空軍初となるパレット式高出力レーザー兵器の連続発射実験で4日間にわたり実施され、この間現地では砂嵐が吹き荒れ、気温が摂氏約40度にまで上昇する過酷な気象状況の中で昼夜を通して行われたが、この実験において長距離、短距離問わずに攻撃を仕掛けてきた目標ドローンをすべて捕捉し、照準を合わせて追尾しつつ撃墜するという一連の実写実験に成功したらしい。そして、レイセオンでは2023年6月12日、パレット式レーザー兵器の、第4弾 H4 と呼ばれるシステムをアメリカ空軍に納入したとして発表しているな。この H4 レーザー兵器は、高出力レーザーモジュールビームディレクターにもなる長距離電子光学赤外線 EOIR、センサー熱線制御システム内部電源ターゲティングソフトウェアなどが全て一つにまとめられていて、ピックアップトラックの荷台に収まるほどコンパクトであることが特徴とされ、その操作はノートパソコンと、ゲーム用コントローラーで行うことができ、すでに展開されている各種の防空式統制システムに簡単に組み込むことができるため、多層防衛の一部として即座に活用することが可能であるとレイセオンは主張しているみたい。このレーザー兵器は、どのよう場所においても簡単に移動して据え付けが可能とされる、スタンドアローン型と呼ばれているタイプであり、なおかつ出力 10kW級とされ消費電力が少なく済むとのことで、このレベルの出力のスタンドアローン型レーザー兵器はアメリカ空軍にとっては初めての導入であり、アメリカ軍の防空システムにおいては今後より一層レーザー兵器の導入が本格化すると見られているね。また、イギリス海軍がドラゴンファイアの開発を進めているのと同様に、アメリカ海軍においても、ANSE-93 レーザー兵器システムと呼ばれる指向性エネルギー兵器の開発を進めているぜ。ANSE-93 は別名で XN1 ロー S とも呼ばれていて、海軍艦艇をイランなどが使用している小型のボートのほか、飛行ドローンに水上ドローンなどからの攻撃を防御するために開発が進められていて、高出力ではターゲットの破壊が可能で、低出力であればターゲットのセンサー温度を上昇させたり破損させたりして行動不能にすることができ、射撃時間は数秒で済むらしい。XN1 ロー S は2014年にペルシア湾に展開するアメリカ海軍のトレントン級ドック型輸送揚陸艦、ポンスに搭載され、実写実験に成功したことが伝えられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。